フィギュアスケート、ユズル・ハンユ、アイスストーリー、セカンド、RE、アンダーライン、プレーツアー19日横浜ピア、アリーナミリメートル。2014年ソチ、2018年ピョンチャンオリンピック、コリン、を2連覇し、プロ転向した羽生結弦さんの初のツアー公演が19日、横浜公演で千秋楽を迎えた。昨年11月の埼玉公演から1月の佐賀公演を経て、17日から横浜公演を行っていた。素晴らしかったです。破滅への使者、ノーミスおめでとうございます。後半の終わりの方は、顔色が心配になるほどの疲労に見えました。羽生さんのすべてに全力で挑む姿勢は相変わらずですね。本当に終わってしまうのが寂しいです。ジャンプの軸の細さ、綺麗さ、スケーティングも本当に美しくて何度見ても感動します。夢のような楽しい一時をありがとうございました。本公演は羽生さんが大好きというゲームからインスピレーションを受けた。繰り返しをテーマに大型ビジョン、表情への映像投影も駆使しながら、人生の葛藤と成長を描いた。前半最後となった新演目、破滅への使者の前には、試合さながらの6分間練習を実施。4回転ジャンプも決め、その後の演技でも成功させた。終盤に見せたトリプルアクセル、3回転半からの4連続ジャンプでは、どよめきの声が上がった。新演目を含め、春よ、恋までの9曲を滑り終えて世界観を完成させると、マイクを握った。今日も今日とて、魂から滑らせていただきました、と挨拶してしんしんとお辞儀。毎回毎回魂をぶち込んで滑っているつもりです。一粒の砂みたいでも良いので、何かしらの感情が残ってくれれば良いな。一緒に祈ってくれて本当にかけがえのないものになってます。涙を浮かべながら感謝なども述べ、13分のエンディングトークを終えると、しんみりしちゃったんで上げていきましょう、とアンコールへ。選手時代の作品、Let Me Entertain You で会場を沸騰させると、最後にはピョンチャン五輪のフリー、生命、助走とロンド・カプリチオーソを披露し、フィナーレではアド、私は最強を口ずさみながら、イナバウアーなどを全力で滑り切った。本当にどこにも自信がなくて、どっこも自分のこと好きでもない、こんなちっぽけな自分に、アリンコみたいな超ちっちゃい自分に、ここまで力をくださって、応援してくださって、いろんなこと感じてくださって、この瞬間、視覚と聴覚を皆さんにくださって本当にありがとうございました。最後の最後にそう語ると、マイクを氷の上に置き、地声でありがとうございました。と声を張り上げ、初のツアーを締めくくった。公演終了直後、試合を観戦、応援していたファンからは、以下のような祝福と感謝の声が SNS 上に寄せられた。羽生選手、4回転ジャンプも完璧でしたね。単独公演で一人で13演目やって、さらに4回転まで降りるとかすごすぎる。チケット取れなかったから今日はライブビューイングで見たけど、地元映画館も満席でしたよ。プロの羽生結弦もみんな応援してます。マスコミは信じられないけど、それでも彼の言動に人間らしさを感じない。彼のスケートは素晴らしいと思いますが、必ずしも実力と人間性がイコールになるわけではないですよね。高齢の母が、ゆずくんとずっと応援していたので、横浜公演に連れて行きたいなと思っていました。チケット高いな、いつ発売だろう、チケット買えるかなと。しかし、離婚報道があってから、母はすっかり、羽生さんから興味がなくなってしまったみたいです。王子様みたいとか、ストイックですごいねとか言っていたのに、なんだか気が足しそうだねとかネガティブな印象になってしまったみたいで。結局チケット買いませんでした。そんな感じの、ライトなファンは多いのでは、と思います。何か秀でた才能がある人って何かが欠けているんだと思う。才能がある分、どこか決定的な欠点があるのかな。全員がそうではないのだろうけど自分に酔いしれている感じがある人はどこまでも自分の
目標に貪欲なのかな。内村航平もそんな雰囲気ある。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。